有名なあの宮崎駿さんの作品に対して、その中でまあタバコを吸う何かシーンが数箇所あるということで、まあ、禁煙学会というまあこれ NPO なんですが、それがクレームをつけて話題になっております。これについて考えてみたいと思いますが、学問、まあ、学会とついてますからですね、まあ、一応学問というふうに考えられます。これと類似した名前に禁煙科学会というのもありますが、こちらはお医者さんを中心とした、まあ、学会でありますが、学問は政治的社会的な活動を行ってはいけません。憲法で定められた学問の自由は内的精神的自由に限られておりまして、それが社会的に何らかの影響を持つ場合は学問から離れなければいけませんので、まあ、学会という名称を冠することはできないわけであります。例えば禁煙運動実施会のようなものもですね、名前を変更してもらうことが非常に重要ではないかと思います。これはですね、あの学問の自由も現在の日本国憲法で保障されているわけですが、同時に思想信条結社の自由というものも保障されております。この禁煙学会の人たちは憲法の思想信条結社の自由に基づいて自らの思想信条に従って会を作り活動されていると思うんですが、それであればですね、やっぱり誠実な名称をつけるのが妥当であろうと思います。学会という名前はですね、その名前から言って当然ですけども、学問的な活動をするというふうに考えられます。これはですね、悪意があったとも取られるわけで、学会の方にも良くないと思いますね。というのは禁煙学会というのは本来は禁煙学会とつけられないものですから、いけないんですけども、それを無理やり禁煙学会とつけることによって学問的に研究しているというですね、そういう印象を誤って与えると、まあ、いうことが最初からの狙いであればですね、これはちょっと犯罪性がありますから余計いけないわけですね。つまり喫煙、つまりタバコという行為がですね、社会に非常に大きな影響を与えるものであってもダメなんですけども、喫煙を嫌う人にとって問題であるという行為でありますから、喫煙を嫌う人にとってはそれが自分の思想信条であります。したがって、タバコを吸うという側の人の思想信条も、まあ、大切にしなければ、まあ、ならないと思います。禁煙学会が、喫煙する当人ではなく、喫煙する人の周りのに対する影響であってもですね、それはやはり社会運動であって、学問ではありません。もしもですね、他人のことを考えて喫煙を制限した方がいいと、それは誠実な日本人というものだと。誠実な日本人はタバコを吸うときにそれが他人の健康に影響が及ぶかもしれないということを理由に、いけないというふうに言っていればですね、誠実さを要求しているわけですから、活動自体も誠実でなければいけません。学会という名前は学問的な研究をしていることを意味しているので、禁煙学会という名前は詐欺にあたります。適当な、もしどうしても学問から離れられなければ喫煙学会であれば結構であります。喫煙ということ行為はですね、学問的に研究する場合、それを研究しているうちにですね、日本人にとってその益よりも害の方が大きいという結論が得られるかもしれません。それはその学会の中で中立的内的精神的に研究しているうちにですね、どうもタバコを吸うという行為は本人もしくは周辺の人に健康上の影響があるという結論になるかもしれません。しかしそうだからその行為をやめなければいけないということになりますと、それは思想信条の自由に反します。日本国憲法は非常に大事な憲法であります。最近ですね、日本国憲法を違反するような思想信条の自由とか学問の自由を制限するいろいろな活動が平気で行われておりますが、やはり禁煙学会の方がですね、自らの思想信条を大切にされるならば、やっぱり相手の思想信条も大切にする、もしくは学問の自由を大切にするという一貫性のある態度を求めます。また禁煙科学会というのは医師を中心として行われておりますが、医師はそのもの自体は学者ではありません。もしも医学者
医師ではなくて、医師というのは国家資格なんですが、もし医学者として団体を作るなら禁煙科学会は望ましくないんで、喫煙科学会、タバコを吸うことがどういう影響があるか、もしくはタバコ学会のような名称に限定されると思います。もしも医師の、医師というのはこの専門家なんですが、これは国家資格を持った専門家ということでちょっと違うわけですね。そうすると法令に定められた範囲に限定されます。例えば医師と同列の専門家として裁判官がいるんですけども、裁判官が死刑廃止学会というのを作るのは一般的には好ましくありません。つまり法令でまだ死刑が認められている社会において、裁判官が死刑廃止学会というものを作ればですね、それは死刑廃止というある方向性の持ったことを検討することになるからであります。研鑽のために量刑研究会ならギリギリ良いかもしれません。量刑研究会の中で裁判官が死刑廃止について議論をするっていうのは、ギリギリ許されるという感じですが、しかしそれもですね、相当慎重にやらなければいけないと思います。この禁煙科学会に所属しているお医者さん、もしくは中心的なお医者さんはですね、ライフワークとして禁煙活動をやってきた、つまり患者さんに対して禁煙の指導をやってきたお医者さんも随分おられるわけですね。これが医師として適切かどうかっていう問題があります。この問題については、皆さんはですね、多くの人はですね、それは別に医師が健康について注意するのは当然じゃないかというふうに今思っておられますが、治療という行為はですね、医師が全面的に権限を持っている行為ではなくて、やっぱり患者の方にも権利があります。したがって、医師がアドバイスすることはできますが、強制をすることはできません。これは我々教師がそうなんですが、勉強しない学生に勉強しろということはできますが、その学生をですね、部屋に閉じ込めて嫌がる学生を勉強させるということは教師でもできません。勉強するということが非常に大切なことであってもですね、大切であるということと、それからそれを強制していいという間には大きな溝があります。私はですね、このようなことをきちっと守ったはいいと思うのはですね、かつてナチスのようにですね、ゲルマン民族優位学会というようなものを作りですね、ゲルマン民族が優位であるという論文だけが大学を通ったというですね、そういった過去の歴史を踏まえて考えますとですね、やはり学問の世界に政治色や方向性、思想信条と学問を混同した活動とか名称は好ましくないと考えるからです。この際、禁煙学会、禁煙科学会の皆さんにですね、ぜひ学会という名前を外すか、それともタバコ学会、タバコ科学会という名称に変えてですね、誠意ある名称と活動を望むところです。